関係者によりますと県が調査を始めるのは福岡市営地下鉄の福岡空港駅と JR 福北豊川線の接続についてです具体的には複数のルート案を検討し需要予測や費用対効果を調べます2つ,の路線を接2つの路線の接続をめぐっては3年前から福北豊川線の沿線住民や飯塚市や笹栗町など周辺自治体が 福岡豊川線の長蛇原駅と地下鉄福岡空港駅との接続を求める活動を展開しています県は来月4日に開会する議会の定例会に調査費3012万円余りを盛り込んだ補正予算案を提出する方針です